こちらに。このくらいでしたら問題ありませんわ。そういう先輩こそ寒くありませんか？先輩の？そういえば少し寒いような。というのは冗談ですので、お気になさらないでください。ええ、先輩のおかげでとても楽しい思い出が作れましたわ。ありがとうございます。ですが、先ほどまでの大騒ぎが嘘みたいですわね。やはりこういったイベントごとは準備をしている時が一番楽しいと申しますか。終わってしまうと途端に寂しさが込み上げてきますわ。それはそれで悪くないのでは？だってそうすれば学園中、ハロウィンの飾りできっと毎日賑やかになりますわ。ご連絡をいただいた時には少し頭が熱くなりましたが、夜風に当たってすっかり落ち着きましたわ。まあ少し寒いくらいですけど。ですので、もちろん心の準備もできていますわ。わかりますわ。私もあの時はきっと今の先輩と同じ気持ちでしたので。
そうなんですか？喜んでいただけるのは私としても嬉しいことですが、ですが私は自分の気持ちを告げただけであって、お礼を言われるほどのことではないかと。しますと、はい、むしろ頼られる存在であるべきだと思いますわ。先輩。はい、確かにお礼はいただきました。はい、先ほどのお言葉がありましたので、お気持ちはお察しします。それって、先輩が私を必要に。あの、これって夢ではありませんのよね。先輩？本来であれば、先輩の方が小塚と付き合ってやるとおっしゃることもできたはずですのに、あえて女性を立てるその姿勢、心を動かされました。と申しましても、いずれにせよ、お断りするなどという選択肢、私は持ち合わせておりませんでしたが。はい、こちらこそ。
ろしくお願いいたします。私を先輩の恋人にしていただけると大変光栄ですわ。いいえ、気づいたら胸の中が暖かくなって、不思議と寒さも感じなくなっていましたので。これが恋というものなのかな、と。私たち、早速気が合うようですわね。いえ、もう少しだけ、このままで。ありがとうございます。温かい。